えちゃんと愉快な仲間たち、春の初めに副大国が舞い込んだな。えちゃんと愉快な仲間たち遠隔同時生配信ライブ、フリーザ橋本としこにボリューム2、始まり始まり。秋の葉から副大国舞い込んだな。皆さんこんばんは。たくさんの人見てくれてますか？見てくれてますか？あ、返事が聞こえない。A ちゃんと、そうですね、 A ちゃんとゆか、そうですね、いろいろ頑張れ、はい、頑張れ、いろいろ機械の設定があります。A ちゃんと愉快な仲間たち、ボリューム2ということで、何ですかね、4ヶ月ぶりですか？4ヶ月ぶりです、はい、ね、前回、ね、またたくさん1回目ですね、初回見ていただいたんですが、本当にありがとうございます。おかげさまで、2回目をこうやって解散することができました。皆さんのおかげだと思います。ありがとうございます。まだ世の中はですね、晴れ病のこといろいろ大変ですが、皆さんお元気でどうぞお過ごしください。今日は少しの時間ですが、楽しい民謡でですね、元気をいただいてくれたらなと本当ですね、思っております。なんか、ね、暗いニュースばっかなんで ね、 本当ですね、世の中ね、はい、楽しくやりましょう、ね、僕たちも楽しく演奏したいと思います。そう、それぞれ自宅にはいる、はい、三下がりを弾き語りで聴いてください、はい。
ん久しぶりに昨日地方に行かれたんだってね。そうそうそう、久しぶりにね、あの民謡ショーが富山の方で開かれまして、県外でね出向けて、はい、ね、なかなかまだ皆さん行けないのに、それはそれで良かったですね。はい、本当良かったです。なんかステージもあの素晴らしかったらしいけど、はい、なんかお土産話もあるみたいで、まあ民謡ってお国の訛りみたいなのがあるじゃないですか、うん、それを出すのが難しいんですけど、面白い富山の言葉をね、うん、どんなの？普段聞いてる言葉と意味が全然違うので、はい、びっくりしたんですけど、うん、ありがとうっていう意味をね、はい、富山の方では気の毒なっていうらしいんです。そのイントネーションまではわからないんですけど、気の毒なっていう、でありがとう、ありがとう、ありがとう、気の毒な、そう、どうなんだろう。でね、もう一個それがおせんべいで出てたんですけど、ごちそうしてやるっていう、うん、ごちそうしてやるね、ごちそうしてやる、ごちそうしてやる、おごってやるっていうのがね、うんうん、ちょっとこれびっくりしたんですけどね、うん、抱いてやるっていうらしい。おすごくすごいね、それちょっとしびれちゃったわけ、しびれたね、それは意味がね、知らない人が聞いたらちょっともうびっくりするような、ちょっと向こうの人の会話をね、うん、聞いてみたいなと思ったんですけど、でもね、どういうニュアンスで言われるのかってね、聞いてみたいよねじゃ例えばさ、うん、じゃあ和州さんがさ、私たちレディースにさ、じゃあごちそうしてあげようかって言ってよ、したら私たちはさ、じゃあお願いお願いってちゃんと、それってえ、じゃあちょっと僕はニュアンスは分かんないけど、じゃあ抱いてやる、抱いて抱いて、これでいいの？いや、分かんないけどえ、なんで？そしたらあきこちゃんが、うん、マミちゃんだけじゃなくてとかって、私も抱いてっていうのかなってちょっと思ったんですここやり直しました。じゃあちょっとあのずっと巡るようななんかやってみませんか、その、はい、巡るようなね、はい、じゃあ愉快な仲間戦、ね、出航しましょうか今日のねメインになっちゃうのかな、ね、これ日本列島お国巡りメドレー、そうなんですよ、47都道府県どっから始めようかなと思ったんですけどね、北から下がるか南から上がるか、どっちから始まるかお楽しみということで、どこが、今回の終着点かもお楽しみということで、愉快な仲間船出航してもよろしいでしょうか、はい、はい、心の準備もよろしいでしょうか、はいでは参りましょう。
さね。でしょうか。正解された方抽選でもれなく1名スマイリー和集の笑顔をもらえます。最高の笑顔を、ね、皆さんよくご存知の曲が多かったんじゃないかなと思いますけど ね、 そうですよね、まさかのねリーダーから歌うっていうね。すいませんね。追い分け多分ねあの聞いてる皆さん追い分けで始まってあ誰が歌うのかなと思いつつ、歌入らずにやらないんかいみたいな、あ歌わんかいみたいな。そうね、Aちゃんと愉快な仲間たちはこういうこともありますんで今後とも末永いお付き合いよろしくお願いいたします。並べるのもね、はい、みんなそれぞれの個性が好みもあってなかなか決まんないけど、まあお口が開いてる人は何でもやらされますんで。そりゃそうです。でもやってみると他のパートの人の役割とかも分かったりもするし、もちろんですよ、大変さも分かるし、やっぱり一緒にねやってる時っていうのはお互いにみんなのことをよく聞きながら、なんかあったら助け合ったりとかっていうようなチームワークがね大事かなと思います。やっぱりこういうのって大事だと思うんですよ、すごく、うん、ねなかなか、ね、民謡の現場ってさ、うん、こういうディスカッションっていうの、うん、あんまりないじゃない、うん、
まあ、これからは本当、ね、こういうような形でそうぜひ歌い手さんも遠慮なく伴奏の ね、うん、僕たちにこうやって歌えたんですとか、そうです、ね、テンポをこう、うん、もうちょっと上げてくださいとか、うん、もうちょっとこういう吹き方で吹いてくださいとか、うん、ね、もう注文あったらどんどん言ってほしいのね。普段ね一緒にやってるわけじゃないから、そうそうそう、なるべくいい歌を歌ってもらえるように、うん、それがやっぱり僕たちの仕事だと思ってるね、うんうん、伴奏する熱く語りますね。いやもちろんそうですよ、はい、それはそう、うん、でも後輩からしたらやっぱ怖くて言えないんですよだからそれがダメなのよ。ちょっと歌いづらくても我慢して歌おうみたいな、いやいや、そのそういう我慢がさストレスになるじゃない、うん、そうなんですよね、うん、よくない、まあね、そういうこともあるかもしれないけど、うん、これからはそういうところは変えていって、ね、いいものを発信していけるようにしていきたいですね。はい、今日は特別企画ということで、本当なかったんだけど急遽取り入れまして、はい、ちょっと澤瀉晶子さんのですね、新曲を特別に弾いてもらっちゃいかな、すいません貴重なお時間を、いやいいんじゃない、それでは、ね、聞いてください。一心です。はい、見えないですね。あ、応援団ありがとうございます。おのれだけでは越えられぬ、わかるこの世もう一曲をですね、今度花房松竹梅って、うん、英語の A ですね、うん、に花房と読ませて、うん、花房松竹梅ということで、うん、踊りの方にすごくぴったりな曲になっておりまして、うんうん、はい、これもちょっと今歌わないんですけどチラッと聴いていただきたいなと思います。はい、はい、それではミュージックスタート。こんな感じで和風な感じで、おそかですね、はい、踊りの方喜びそうだね。そうだね、うん、これは、うん、舞踊家は踊りたいよね、うん、もう結構だいぶ新曲も皆さん取り入れていただいて、うん、徐々に今踊り始めていただいてるみたいですね、はい、歌出ますか。私のちょっと男勝りな一面と艶っぽい一面 と、うん、一面とね、はい、両面を兼ね備えて、はい、CD 聴かなくてもジャケット飾っとくだけで綺麗だと思いますので、そのポスターそのポスター欲しいな。ポスター欲しいですか、うん、1万円で売ります高っ、ね、というわけで、はい、1200円に消費税です、はい、ぜひぜひ蔦屋とかでも注文できると思いますので、うん、はい、応援よろしくお願い申し上げます。舞踊家用の世界もぜひ応援してください。はい、そうですね、舞踊家用の世界でも頑張りたいと思いますので、はい、
から、うん、あのピコ太郎金水さん、はい、最後にまたみんなのお名前、うん、そうですよね、はい、この素敵なメンバーまた改めてですねご紹介したいと思います。三味線歌小野田家あきこちゃんです。はい、噛まないでください。小野田家あきこちゃんです。小野田家あきこです。あっこちゃんでね、あっこちゃんです、はい、皆さん応援してください。ごひいきよろしくお願いいたします。それで次私の先輩尺八忍米屋和尚さんです。どうも今日はありがとうございました。今日もありがとうございます、はい、そしてもう一人、今日はマルチプレイヤーぶりをね、ごこんなくなんか発揮してくれました。美穂なるこま、今回も楽しかったです、ありがとうございました。ありがとうございました。そして、影のね、なくてはならない、この人がいなければこのライブができなかったという、本当ですね、いつもそうなんですが、はい、毎回、すごいあのなんと技術ですね。そう、心臓部分ですよ ね、 すよね、私たちの、はいはい、やっていただきております。和歌山からこれ配信してるんですよ。和歌山の、いらっしゃいます、有限会社 T スペック代表橋本敏子さんです。イエーイ、ハッシーです。ありがとうございました。ありがとうございました。昨日どうもありがとうございました。和歌山あったけど大丈夫でしたか、ね、大丈夫でしたかね。まあ、大丈夫ですか。よかったです。笑顔だもんね、はい、何かあったら今日できなかったですよね。そう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 、本当にそうです。そういう意味でのドキドキもありましたよね、うん、はいはい、ね、でもよかったです。毎回いつもありがとうございました。小山林ということで私は大暴れをさせていただきます、マイクここから外しますので、にぎやかなフィナーレをぜひご覧になってください。今日は最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひボリューム3楽しみにしてください。